ホストの街歌舞伎町、業界最大手ホストグループ冬月グループよりオープンした新店エマ。しかしオープン初日、初回がゼロ高、まさかの事態に緊急会議が開かれ、今回営業後の裏側にカメラが密着する。欲しいことすら無駄なんじゃねえかなみたいなことは思い出てるけど、じゃあ何のカメラかって、これはあなたみたいな、そういう話になんないから。じゃあ呼ぶな、最初からバカじゃない、頭悪いんだよ。ごそたん TV ザ・歌舞伎町ホストスタート。新店エマの初日は初回がゼロに終わった。この現状に立花勇気は焦っていた。オープンから数日後、最高幹部が集まり緊急会議が開かれることになった。プレイヤーのトップ星崎五曹、内勤のトップ立花勇気、人事のトップ五竜、それぞれの思いが交差する中、緊急会議の話の着地はどこへ向かうのか。伸びそうな子もありますね。ああ、その人事をね。話の焦点は人事の詳細に。入の子、入店の子、教育の子に。あとはどうする？ゆうきさんの TikTok で入ってくる子は心配ないっていうのがあって、見た目的なだけなんですか。立花勇気、内勤にもかかわらず TikTok をスタートし、わずか3ヶ月で8万人フォロワーを突破。ホスト業界で一番勢いを持った彼の TikTok は連日求人の連絡が止まらず、人事としてはかなり流入している。だが星崎五曹は心配していた。心配っていうのはどの心配？見た目もちょっと微妙なのもそうですし、こうなんか内容がないじゃないかな。結構メンタル弱い系だな。それなんかこう、うわーって気持ち高ぶってるんだけど、要はこう何かうまくいかなかったりとか、すぐには結果で乗せてないから、その時にこう結構やられそうな子だな。だからすぐには結果出ないよ。半年1年は見てもらわないとダメだよっていうのは、だから面接した時に。あとはどうだろうな、なんか今のクロエと今の状態だったら、一回ね、ぶわーって入れようかなと思ってるから、やばいやつは切るけど、だからなんか俺らもとんなんか定着率が高いみたいに対してなんか誇りを持ってたけど、今の人数、規模感を目指すとか言ったら、一旦待って入れないと、でその人事の子たちの、その教育をする側、訓練数を与えないと、怖い。もともとクロエでは離職率の低さが売りだった。ホストクラブとしての団結力を高めたクロエのホストたちはグループ内でも常に上位の売り上げをキープできるまでに成長した。2023年1月、それは2ヶ月前、移籍組として入店した某プレイヤーと星崎五曹の間に起こった事件だった。通常実績があるプレイヤーは功績を称えて3ヶ月役職からスタートする。ただこの3ヶ月という期間はあくまで様子見の期間。その期間を過ぎる前に素行が悪いキャストを呼び出し降格の話を告げた。 EP はなくそうかと思って、降格にしようかなって。かわいい、プロデューサーかわいい、異論はない。異論はもう結果出してないで、異論が悪いので、まあ、ちょっとモチベーションは変わるかな。来月ちょっと入店祭とかあるじゃないですか、あれで、まあ、かけてじゃないですか。異論は言って言うか、なんかまあ、大きい人の話と違うな。でも来日のちょっとイベントをやる気なくしたなって感じです。まあ、そこじゃないんだよ。俺が言いたいのって、その別に俺が気分とかで判断して決めてるわけじゃなくて、周りとのバランスだったりとか意見を聞いていろいろ考えた、俺の見た感じで、ね、もちろんそれも分かったんですか、と思って分かったんですか。ただなんかその3ヶ月っていう猶予がある中で その早めの切り上げっていうのがなんか、まあ、ちょっと納得いかないなみたいなぐらいですよね。
ほうが。でも、たびたび注意されてたよね、いろんな人。そうですね、なんで最近、そのなるべく直すようにしてるというか、まあ、接客中の言い方とか、多分先月めちゃめちゃ注意されてたんですけど、で、なるべくで、その後にの評価3チームに入って、そこから、多分数は減ったんですよね、言われると。っていうその注意が減ってきた方だとは多分思うんですけど、最近は多分そういうクレームは多分減ってきたとは思うんですけど、最近もまだありますね。いや最近もありますとかじゃなくて、そもそも接客態度とか手段を起こすとかっていうので注意されてる幹部がいるのが論外じゃねって話です。あ、そこはなんかそこは、だって注意する側だから、ね、幹部とその幹部が注意をされてるっていう状況が良くないんじゃないって。そこはその、まあ、僕って地方から出てきた人だったんで、そんなやついっぱいおるの、まあまあまあ、そりゃそうなんですけど、まあ、地方ではそれがで成り立ってたからっていうのがちょっと多分甘えではあったと思うんですけど、うん、まあ、それが多分こっちではその通用しなくてみたいなのがあって、もちろんそれはお店のカラーにもよりますし、それは多分黒いのカラーにもよりますし、だとしても基礎の基礎ができてないな、ひじついて接客するとか。そこは最近もでもないんですけど、それがある時点で別に地方だからとか関係ない、そもそもホストとしての基礎ができてないのもあるし、なんなら来月からのモチベーションとか来月本気出しますっていう発想自体が論。ちなみにさ、幹部が幹部として一番評価される部分って何だろう。僕は売り上げだと思ってるんですよ、なんでその今売り上げない状態なんで、そのゴソンさんが多分入るときに僕に言ってくれた、まあ、3ヶ月間だけ利益上げるからそれまでに売り上げ作んなよって言ってくれたんです。それの集大成が来月だったんで、まあ、来月には、まあ、しっかりとしたある程度の売り上げは立てようかなっていうモチベーションではいたっていうところがあったんです。なんでそこかなっていう部分はあったっすよ、まあ、正直納得納得うんぬんって話って変わるんすかって話なんですよ、僕からしたら。うん、まあ、変わらない、変わらなくないですか。僕が納得しないから、じゃあだって僕が納得しないから、じゃあ EP 降格させんのやめてくださいよって言って変わるんすか。そんな甘い世界じゃない、変わらへんですよね、けど自分が何かに対して貢献してるって自信があるんだったら別にその話は聞く。クロエへの貢献って幹部、さっき言ったように幹部って何するのって売り上げ上げることじゃないと思ってる、俺はね。うん、それって当たり前だよねって感じだし、そもそも売り上げないと上がってこれないし、もちろんそれはそうです。それは自分のためだし、そうじゃなくて自分の後輩をちゃんと教えれるかどうかを大事にする、だからそこにつつかれてる以上は教えるどころじゃないじゃん、人のことも見れないじゃん、まず自分のことができてないから。それに関しては今氷河さんに言われてることが一個だけ。今じゃ遅い。なんかそれがそのこうなったらもう何言われても多分変わんないと思うので、まあ僕らの方角で別にね、しゃあないんじゃないですかね。でも接客態度で注意されるは幹部が論外だろ。いやだからそれを改善するために僕は。いやされてる時点の論外だ話は。改善されたから OK でしょじゃなくて、それをちゃんと教える側だよねって話、幹部って。本当だったら僕はごちそうさんと合わないなっていう考えが持ってたのがそこなんですよ、ずっと正直思ってた。でもいつけどね、ここまで来たら俺に合う合わないとか別にどっちでもいい、相談するしないどっちでもいい。だからそのそこまでそこにこだわるんだったら結果持ってきてって、そしたら話するよっていうだけ。だから急に言ってきて、なんか事前になんかだからそれを言われないと気づかないのがヤバいやんって話。じゃあ最初から幹部として入れないでほしかったって、だから間違えたと思って今降格にさせてる。それは納得いかないですよ。だって納得いかないって関係ある、決まったことに対してっていう話を言ってたの、俺に対して。なんでこんな大事な話してるのカメラって。いやそれ別に誰に対してもそうだ。いやそれがいやだからこんな大事な話してるのカメラつけてる俺は神経がマジ意味わかんない。なんで別にずっと密着だから、ね、本当にクソだなマジで。俺はあなたみたいな、そういう話にならないからいいわ。じゃあ呼ぶな最初から。バカじゃない、頭悪いんだね。
話の折り合いはつかず、営業後に再度話すことに。この彼は結局お店から姿を消した。見ててなんかすぐ辞めそうだなっていう感覚に近いですよね、僕の中で。ああ、それはいる、ですよね、でも多分ゆうきさんが、ゆうきさんの中ではその人を増やしたいが強いから、まずは入れようなんだろうなっていうのを、なんか見てて思うのはね、やっぱりこうあんまりこれべったりくっつかないようにしてるんだよ。でも最初に言ってるの、最初のうち俺から教えること何もないんだよ、うん、ある一定のレベルになるまで俺は教えないから、ある一定のレベルになるから俺はその先に待ってるからっていう感じなんだよ。だからこう他の従業員たちがこの子たちをどう可愛がるのかなみたいな話。なんかたまに僕が思うのは、そのなんか稀にこいつは多分教えることすら無駄なんじゃねえかなみたいなのが紛れてる時あるなって思う。まあ、前も多分言ったんですけど、例えば結城さんの時間をこいつなんかに取られると嫌だっていう子はいるですね。多分オリオ君にこの子オリオ君が教えるのはもったいねえだとか、オリオ君できたってねってあるんですか。ホストをやる目的はある程度決めさせて働いてもらう。今の話で言ったらオリオ君は店に会う子たちっていう意味ですね。そうですね。で、ゆうきさんは人を増やそう。まあ、人を増やすはもちろん、ジャンプの最後に人が分かる。けど、なんか僕には言ってることが別に聞こえるんですよ。人を入り口狭まっても出口も狭まる。ゆうきさんは入り口を広げようと考えてます。そこがなんか地味に合ってない気がして。採用しよう別にそもそも思ってない。ある程度クロエとかエマで、あ、合う合わない。まあ、合う合わないも、こうなんか本人たちが合わせる必要があるし、まあ、仮に入って合わなくて、本人辞める辞めないみたいな。もう早い段階でその決断されて、それはそれありだったっていうか、そこに関しては早い段階で。一番なんかややこしいのって、ある程度腹決めてやろうって思ってくれたのが、半年後、1年後とか経った時に辞めるみたいな。これが一番無駄だから。まあ、最初からテールがいい男の子だけ厳選しちゃったら、本当の意味の人を育てるっていう力は店舗にはつかないだろうなって思って、いいと思って俺のやつなんていくらでもいいし、自分の力って言いました。人事としてはちなみに何を今一番大事にしますか。例えば、入り口を広げるのか、クオリティを優先するのか、いろんな項目がある、離職率を減らさないようにするって言ったらどれが一番優先ですか。そこの優先順位だけ目線合わせをしておいたらいいかなと思います。結城さんの中身をすごく重視してるのかなと思って、僕の中は僕はクオリティを重視してると思います。まあ、ある程度顔を持って、まあ、中身はちょっとやばいやつはいると思うんですけど、はい、まあ、それだと、まあ、人数ってなかなか増えないんで、その中間が一番取れたらいいのかなと。中身もまあ、クオリティも程よくて。人事については一旦話がついた。いや、そしたら次ですね。僕が今めっちゃ気になってるのはやっぱ初回数かな。今アベレージ1日10人ぐらいか。そうですね、まあ、つけていったら200前後になる中で、まあ以前も話してましたけど、僕的にはもうちょいもっと増やして、僕としてはそのとりあえずキャストに場数を踏ませたいのもそうだし、やっぱりこう今どれだけ増やせて指名を取れる確率を上げるだとか、この口コミをある程度増やすっていうのを大事にしたいなって思ってて、俺むしろちょっと絞りたいんだよ、1人とか2人とかじゃなくて、ね、5人ぐらいにしたいって感じ。だから月間で言うと120、130とか、まあ、多くて150かな。
でもそれをすると結局今の店の状況だったらもう暇にしか見えない、うん、で暇に見えた時にキャストのモチベーション下がるし女の子のそういう感じの見た目が悪すぎるってのがあって、うん、だから僕的にはそういった意味でも増やしたいし、なんか減らす意味もわからないっていう。あ、今さ、もうなんか未経験の子たちがめちゃめちゃ多いじゃん、はい、で、実際にじゃあ初回バーって入れても男の子たちが対応しきれないんだよ。だって1日5人、6人と番号交換して1人の男の子は。でもそれに慣れさせなきゃいけなくないですか。でも1日5人、6人のスカート自体は黒でもなかったぐらいだけど、なんかこう忙しい状況に慣れないと育たないと思うんですよね。楽にというかキャパ範囲での仕事をさせたくなくて、うん、キャパ超えるぐらいの店を作るのであればもう今の時点でそれは当たり前にしたいなって。ああ、なるほどね。でも今現状リピート率めちゃくちゃ低いんで。めっちゃ悪いです。で、幹部すらもそこに対応しきれてない状態じゃん、うん、だから本来だったら指名返せるはずの女の子も返せてないんだよ多分。こう手詰まりなんです。だからその初回数増やしてチャンスを増やしたい、母数を増やしたいのは分かるけど、母数増やそうとしたアクションが結局顧客を減らしてることにつながってるなっていうのを感じるから、そうやったら精度を高めていくっていうのをやらした方がいい。でそれでその一人一人の初回に対してどういう連絡を取ってるのかとか、どういうアプローチをしてるのかをこっちで一個一個ちゃんと見てあげて教育した方が、じゃあ3ヶ月後の結果には結びつくと思ってる。お理由はどう思う。いや、僕は昔の経験上増やしても意味ないなと思いました。やっぱ慣れちゃうんです。それが増えてしまうと慣れてしまって、今度減った時に、なんかやっとその時に初回の大事期っていうので、それでも、まあ、少ないというか、まあ、5、5、6に減ってる状態で、その初回は当たり前じゃないよっていう認識をつけさせてもらって。僕はやっぱ慣れさせて同時進行での教育かな。慣れさせてそれを当たり前にしてあぐらかかせるじゃなくて、慣れさせながらも教育をしっかり入れていく。だからなんかその多くやるよりも人数絞って丁寧に教えていきたいというのが教育やる側からの。それだったら本当に何年もかかるんじゃないかな。で、コストが言ってるのって別の言い方したらだよ。その面接の採用に関してもうかっこよくない子も素質がなさそうな子も体型が悪い子とかももう全員雇いましょう。その方が女の子たちの好みのキャラクターをいっぱい取り揃えてるホストのデパートを作りますよ。その方が指名増えるでしょの考え方じゃん。でも実際そうじゃないじゃん。そうです。やっぱクオリティっても保たなくちゃいけないわけだし、それは初回のその人数ってのも一緒だと思う。男の子たちがちゃんとアプローチかけられるある程度の人数っていうのをこっちで調整してあげないと。でも多分この話平行線ですよ、正直。今多分聞いてて、僕は絶対譲らないし、なんかそれがいいと思ってるから、なんか2人がこんなにちょっと話通じないと思わなかった。話は平行線のまま続く。むしろ俺も五層がそこに対して異常なこだわりを見せてるからびっくりしてる。なんか本当にやらないですよ。やるやらないの問題じゃないし、お店をどうしようかの話してるから。でも平行線ですか。譲れないし、でもお互い譲れないと思う。でもこれ譲る譲らないの話じゃないと思う。別にお店を良くしようとか従業員売らせようの話をしてるわけでしょ、そもそも。そしたらさ、250が一旦の目標なの。そうですね。じゃあ一旦250入れてみようよ。でただ俺らが言ってるのは結局数だけ入れて指名が詰めなくて意味がないよねって話をしてるわけだから、だから3月と4月のリピート率の目標いくかどうかを見る。いっぱい初回入れます。でそこに対しては俺らの教育もするし、一人一人の女の子との連絡の仕方とかアクションの仕方も確認をする、教育もする、それはするっていう大前提で、でも男だとキャパもあるから、それでリピート率が下がったりとか顧客が増えないんだったら初回多すぎだよねっていう判断になるから、だったら一旦やってみる。初回を入れたいプレイヤーとしての星崎五層、
ある程度数を絞ってリピート率を求めたいお龍立花勇気、満を持してオープンした新店エマ、この方針が吉と出るか凶と出るか。